ケゴイさんです。ありがとうございます。まあ、僕のケゴイさんのイメージとしては超絶メタルドラマ。いつ頃発症されたんですか。これがね、来る日も来る日もリムショットが勝ちで出して、どっちでももう叩かれる。なるほど。まあ、これいろんな検査を経てからじゃないとあれなんですね。ストニアかもっていうところで紹介状出せないみたいな。うちの妻が大変なんかまあ勇気づけてくれて、あんたに多分どないかして、はあはあ、でまたいい演奏をするに違いないし、演奏できたってなった時にもう世界がすごい広く見えます。皆さんこんにちは。こんにちは。モリタインドラムスクールのモリタインです。今日はゲストが来てくれてます。大阪のスーパードラマーケゴイさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、朝早くから。あ、本当にもうありがとうございます。ありがとうございます。来ていただいて、ケゴイさん、ちょっと軽く自己紹介的なことをしていただいてもいいですか。はい、ドラマーケゴイと言います。うん、今ね、まあ、僕全然年齢とか隠してないんですけど、うん、39歳なんです。うん、12歳の頃からドラム叩いてまして。はあ、なるほど。27年ぐらいになります。なごなりましたね。あ、なるほど、なるほど。27年。なごなったな。で、その27年間はちょっとずつこうね、上手くなっていったというわけでもなく、はいはいはい、まあいろんなこう苦労があったわけでございます。ほう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 。今日はね、うん、まあ、さっき言ってまいりましたけど、うん、そんな話をちょっと皆さんに、ね、役に立つ話になればいいなと思って。そうですね。まあちょっと今日はちょっと軽くセンシティブ的な内容をね、お話をしていただくことになるんですけども、はい、まあ、実は昔から、まあ、ケゴイさんのことは、まあ、僕は個人的にずっと知っておりましてですね、はい、まあ、それこそ教則 DVD を出されていたりとか、ね、で昔から多分ね、僕対バンしたこともあるんですよ、2回ぐらい。ほかげで多分ね、対バンしてるんですよ。またフラットなところで。そうなんですよ。メタルバンドかな、はい、を多分サポートされてて、はいはい、でその時に僕対バンしてるんですよ。で多分そんなにがっつり喋ったこととかは多分なかったと思うんですよ。そうですね。何度か実は多分ライブではすれ違ってるんじゃないかっていうのがありまして、で、まあ、その時から、まあ、僕のケゴイさんのイメージとしては、ほんまにもう超絶メタルドラマという、当時スキンヘッドでものすごい怖い風貌でというか、そうでしょ。そうそう。で、まあ、ね、プレイの正確さもそうですし、まあ、この繊細さ、まあ、パワフルさも、もう兼ね備えてる、まあ、すごいドラマだったなと思ってたんですけど、ありがとうございます。まあ、この先日、こう、ドラパラでね、ご一緒させていただいて、ね、まあ、実はそのね、ジストニアに、こう、かかられてっていうことをなんかおっしゃってて、はい、そうで、まあ、その時 の, その、ね、ドラパラのセミナーを、ね、こうされていたんですけども、まあ、その時にもそのジストニアの話をされるっていうことをおっしゃってたので、まあ、少しだけしたんですよね。そうですね。そうで、まあ、セミナー見させていただいて、まあ、これちょっとぜひとも僕の YouTube でも喋っていただきたいなということで、まあ、今回ちょっと、はい、失礼を承知でというか、お呼びいただきました、はい、お呼びさせていただきましてですね、はいはい、今回はちょっとケゴイさんに来ていただいたんですけども、まあ、ジストニアの、うん、ことについての質問っていうのは、まあ、実はちょくちょくあって、まあ、僕金曜日に生配信してるんですけど、はい、まあ、その時でもそのジストニアかもしれないみたいな、なんか内容とかも、まあ、あったりとかもしますし、なんか僕の生徒さんでもなんか実際に病院でそのジストニアって診断された方もいらっしゃるんですよ。はいはい、そうなので、まあ、ケゴイさんのその体験談で、まあ、この自分はジストニアなんじゃないかとこう悩む人とか、あと、まあ、不安に感じてる方の、まあ、光になればいいなと思って、今回は、ね、ちょっとお呼びさせていただいたわけなんですけども。喋、はい、りうまいっすね。ものすごい見てますから。はい。まあ、そんなことで、ちょっといろいろ、ケゴイさんにお話を聞いていきたいと思います。はい。はい。よろしくお願いします。お願いします。それでは、まあ、今日のテーマとしましてはですね、はい、局所性ジストニア患者が語る。体験談と、はい、病気との共存というセンシティブですね。センシティブな内容でお届けさせていただきたいなと思ってるんですけども、はい、局所性ジストニアとは、まあ、一体どういう病気なのかっていうのをちょっとお伺いしたいなと思ってるんですけども、はい、まあ、自分が動こうと思ったら、まあ、意思が伴いますよね。 うんうんうん、ここになんか物を取ろうとかね、うんうんうん、自分でこう意思を持って動かしていくわけなんですけど、うんうんうん、それの意思とは関係ない動きが出てきてしまうと、それ自分では制御できない運動が起こるんですよね。でそれが、一般の生活に及んでたら普通に一般的になジストニアと、うんうん、その中でも局所性っていうと、うんうん、ある特定の合
例えば楽器のこの行動をした時とか、うんうんうん、すごい狭い範囲だけでそういう運動が起こっちゃう。はい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 。だから僕たちが音楽の中でジストニアって言ってるのは、うんうん、局所性ジストニアなの。自分の楽器の時だけその運動が起こっちゃうと。うん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 。そういうようなもんで。だいたい脳みそのどっかにエラーが生まれてるというふうに、だいたい考えられてはいるんですが、これまた深い話になりそうな、はいはい、トピックですね。まあ確かにこうドラマーって、まあいろんな場所を使うので、まあ指であったりとか、はいはい、まあ腕であったりとか、足であったりとか、はい、まあそれがその、ここを動かそうと思った信号が、うん、まあうまくこう言ってくれないという、はい、そうですね。ことになるんですね。ええ、先ほど12歳の時から、こうドラムを始めたとおっしゃってたんですけども、はい、まあ今で27年。いつ頃、発症されたんですか、その。これがね、30歳ぐらいの時にあるライブ、当時はマッチドグリップやったんですね、うん、はいはい、今はまあ変えたんですけど、うんうん、まあ、その話もします、うんうんうん、ライブしちゃった時にね、ツンタンツツタンとかツッタンスッタンってやってるとこのタン、はは、左手ね、はは、これあのオープンリムショットがようスカッカチッとかいたり、はい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 、しだしたんですよ。おー、なるほど。30歳言うたら僕ドラム始めて18年ぐらい経ったんです。いや、そうですね、はい。オープンリムショットは、まあ、外さない。まあ、外さないところですよね。これをね、なんか、頻繁に失敗し始めたんですよね。あら、おかしいな、と。なんか、ちょっと、コントロールが甘いな、はいはい、ぐらいに思ってたんですけど、来る日も来る日もリムショットが、カチッて言い出して。それは死活問題というか、特にね、ラウドの音楽をされてるので。ほんで、だんだんなんか気になってきて、はいはいはい、大丈夫かな、ちゃんとパンって言ってくれるかな、バン、ああ耐えた、次の一打はああ勝ちって言うと思ったけども大丈夫だ、大丈夫、ここで一回立て直してみたいなのをライブ中に、一発ずつ考え、なんか思うようになって、なんか一発ずつなんか心配しながら叩いてたら、30分くらいライブしたらもう疲れた、怖っ、全然体力ない方とかじゃなかった、はいはいはい、めっちゃしんどいし、なんかもう腕パンパンやね。ああ、なるほど。これはどうも怪しいぞ。はいはははいうところがきっかけでした。それこそ8年前とかやったら、そんなに多分そのジストニアっていう言葉自体も、世にあんまりね、出回ってないんじゃないですか。そうですね。8年、9年前でしたら、実は僕はあの大学で脳みその勉強をちょっとしてたんですよ。まあその時は言葉と脳みたいな勉強を少ししてたんですけど。それで興味を持って、音楽家と脳みそみたいな本とか、あ、はいはいはい、一部出てたりしてたんです。なんかそういう書籍を結構読んでたのもあって、これってもしかしてあっこに出てきた、ああなるほど、繋がったんですね、はい、読んでた本、単語がよぎったんですけど、はははフォーカルジストニアとも言われるんですけど、うん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 、っていう単語ってあんまりポピュラーじゃなかったんで、うん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 、誰に相談もできひんかったんですね。まあ確かにそうっすね。じゃあどうしたらいいね、うん、だってね、リムショット当たらへんねんって言ったら練習しろやと言われてしまうところですもんね、はい、だってこれもしかしたらこう病気かもしれへん、はい、でもまあ練習不足かもしれない、まあこう、うん、なんかジストニアかどうか悩んでる人って、はい、多分なんかそこの境目がわからないというか難しいところだと思うんですけど、はい、例えばその病気なのか、まあ、これって練習不足なのか、まあ、調子が悪いだけなのかみたいな、そう判断の基準というか、まあはい、どのようにされたんですか。今から遡って考えると、うんうんうん、そのジストニアであるかないかって領域が広いんですよね。こっからここあったらジストニアです、こっからはそうではないです、はいはいはい、みたいな明確な線引きが結構ないと僕は思ってて、 なるほどなるほど、はい、そういうのってなんか練習を積めば積むほどちょっとドツボにはまりますみたいなのは、これも書籍などを読んでて、なんとなくは分かってたんですよ、ね。あ、これはちょっと、もういよいよもしかしたら。もしかしたらってなったのと、ううんうん、これがね、痛かったんですけど、その時に僕ちょうどあの、子供ができまして。あー、なるほど。お腹にいますみたいな時。まあ、痛いことはないと思うんですけども。そうですね。タイミングが良くない。タイミングが良くない。幸せにあの 水をさしてくる事件が僕の中ではもうこの日のコーナーがジストニアだったんですよ、ね、はい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 、はい、なるほどなるほど、はこれ演奏ちゃんとやっていけるかなとかね、もうなんかそうですよね、だってドラムをまあ言うたらお仕事とされてるんで、はい、ね、でこれからこう子供を育てていかなあかんってなった時に、はい、まあ、それが発覚というか、はい、もしかしたらっていうところになってきてるで、もういっそちゃう仕事を、うん、にも全振りしな
あかんのちゃうかとか、そういうこう社会的な不安がもありましたね。もしこの演奏が失敗したら次誰にも相手されへんなって、心から始まるもんじゃないですけど、心にもダメージがすごい大きいと思う。いやまあ確かにそうっすね。特になんかこの演奏の仕事とかって、まあ例えばそのリムショットがのミスとかが次の仕事につながったりとかもね、こうする可能性があるっていうことにもなるし、まあそういう時のね、この心境というかっていうのは凄まじかったと思うんですけど、まあ時系列でいくと30歳ぐらいの時にこうマッチドグリップでリムショとかすかり始めた、はいはい、そっから実際病院に行ったのって35とかぐらいになってからなんです。じゃあもうその30ぐらいでマジストニアかもって思ってからしばらくあったんですね、このタイムラグが。そうしばらくあったんですよ。じゃあしばらくの間何してたかというと、僕の、まあ、先生であるトーマス・ラングに、昔の DVD が出てきました。なら白いね、太い服持って黒 T シャツってムキムキで、あれ？暑いですからね。そうや、でも今では彼はマッチドなんですけど、うんうんうん、あ、この時レギュラーグリップやったな、そういやと思って、これで演奏しようって思ったんですよ。あ、じゃあもうその時にもうスイッチが変わってるんですね。はい、そうですよ。先代わりなんですよ。あ、病に行く前に、はい、あ、へえ、トーマス・ラングが救ってくれたんですね。まず1回目は。1回目は。なるほど、なるほど。ほんで、レギュラーグリップの練習を1からし始めたのが、まあ31ぐらいかな。ほーん。え、それまでレギュラーグリップっていうのは馴染みはあったんですか、ケゴイさんの中では。なんか、習ってた教室で少し、あ、こうやってやるんだよって。あー。ああ、難しいね。でもまあ、でもまあ、そうっすよね。僕も完全にそんな感じですで、その超絶メタルドラマーと先ほどおっしゃっていただきましたけど、その僕たちよりもまあ先輩の世界のドラマーたち、ドラムヒーローっぽい人たちじゃないですか。当時のトーマスとか、あとバージル・ドナティとかもハードに。ほう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 。レギュラーグリップで叩くんですね。ちょっとハードとか別の意味になりますけど、バディリッチとかも、あ、まあ確かにめっちゃでかい音出したり、ビニー・カリウダとかもバシバシって、確かに。これも僕はハードな音楽好きですけど、うん、これでもきっとバシバシいけるはずやん。はいはいはい、はい、まあ、あの人らが言ってるんやから、まあ、比べると やばいです、ね、やばすぎる人間と比べてますけど、まあまあそういけんことないんやろうから、ちょっと練習してみようと。ああ、なるほど。生地知識があったんで、脳みその使う信号がきっとちゃうから、これいけるはずやん。あかん、もし信号が鳴ってるとこあったら、それを避けて使うことで、対処しようというのがその位置やったんですよ。なるほど、なるほど。はい、ただ、そういう人間には結構厳しいんですよね、ジストニアというものは。どういうことですか？甘くなく、そう甘くなく、ね。なるほど、なるほど。でもっと何か深いところを、良くしていかんと、ちょっとね、似たようなこと、まあ、どうせやってるじゃないですか。はい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 、動かし方、持ち方がちゃうだけで。まあ、確かに。ならね、ちょっと、侵食してきよるんですよ。おっしゃ、これで変えて、まあ、そんなにテクニックないけど、まあ、普通には叩けるし、ええわ、と思って、機嫌をやってたら、だんだん、それでも、あれ？動かへんみたいな。レギュラーグリップでも。はい、なってきて、これはどうしよう。ちょっと、真剣に考えなあかん。ということで、まず家族に、いや、俺もどっちでもってももう叩かれへんわ。はい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 。これはどないかせなあかん。おお。多分テレビとかで見て、パッと思いつくのって、頭開けるやつだと思うんですよ。ああ、なんか手術みたいなね。それでね、はい、まあやったプレイヤー、まあ僕も知り合いもたくさんいます。っていうのがまずパッと出てきたんですね、家族の会話の中で。僕は手術してみようかな、そんなんも考えようかなって言うたんですけど。はは。ただそれやと実はこうリスクがまあやっぱあるじゃないですか。まあまあ確かに開けるわけですからね。分厚いおじさんには本があるんですけど、はいはい、まあ、いろんな症例みたいなやつが たくさん載ってるんですけど、はいはい、中にはちょっと発話とか、はい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 、そういったところにちょっと影響が出た人とかでそれもおると。でまあ子供も小さいし、はいはい、これからまあ長い人生あるけど、うんうんうん、ギャンブルすぎへん。ああ、まあ確かに。まあ日常生活に支障が出るってなると、はい、しかも完全に治るかどうかっていう保証も、もちろん、はい、こう手術ではないですよね、はい、だって。これは良かったと思うんですけど、うんうん、一個の見方だけじゃなくて、なんか、いろんな方向からなんか物事に、はいはいはい。アプローチするのが、まあ好きなやつ。うんうんうん。
ほんならそれはなくしてそうじゃない方法をいろいろ試してみようと思う。これは結果的に良かったです。皆さんこれは覚えておいていただいたらいいと思います。いろんな方法、いろんな角度から対応していくと。レギュラーでもあかん、でもマッチドでもあかんみたいな、なんか、まあ、で、どうしようみたいな、はい、いろんな方向からちょっと物事を考えていこうって思った時の別の、はい、解決策っていうのは、いろいろありまして、まあ、一つは、まず病院には行きました、はいはいはい、そこのタイミングで。で、頭を開けずにどうしたらいいかっていうのを相談しよう。はいはいはい、蚊で行くと脳神経内科っていうカテゴリーなんですけど、これ先生がむちゃくちゃ少ないんですよね。はあ、なるほど。世の中に。はあ、はあはあ、病院としてやってるとか。はい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 、なんか大きな病院行って、で、なんかの紹介してもらってとか、そういう手続きが結構めんどくさいのが一つと、なるほどなるほど。紹介してもらうためには、他の要素を排さなあかんんですよね。ああ、なるほど。あなた方が動かないのは、何々、例えば、どこの栄養が何々、実どの骨がほんまに変形してるとか、はい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 、その他いろいろあり得るじゃないですか。ではないっていうことを明らかにせんとわかんですよ。そこで、まず一回、全身の大まかな検査が入るんですよね。なんか MRI 的なやつとか。で、まあ、ちょっと、肝臓と中性脂肪がちょっと以外は健康です。何の問題ないですけど。なるほど、なるほど。見つかってよかったですね、それも。ようけ食べたり、ようけ飲んだりはちょっと引っかかる。なるほど。わかりました、すみません。なるほど、まあ、いろんな検査を経てからじゃないと、あれなんですね。ソニアカモっていうところで紹介状出せないみたいな。はい、そうなんですね。へぇー。で、まあ、京都にある病院に行って、はい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 、で行くとなってまた遠いところに行ったんですけど、ほんでそこで行ったらその、まあ、開ける以外には、まあ多分注射打つとかもありますよね。ああはいはいはい、はい、試しに打ってみたんですけどあんまり僕効果なくて。あそれって どういう注射なんですか。筋肉の反応を、あんまりしなくなる注射で。ああなるほど。なんかこう変なところを動かそうと思う回路のやつをその変なところ変なところに打って、まあ、動かしにくくするみたいな、はい、そうですね。で僕の、演奏してる動画とかを見て分析してもらったりしながら、はいはい、まあとかあと僕のこの、まあ、触ったりしながら、はいはい、あここやろうなっていうところを目星をつけてするんですけど、はいはい、まあ、あんま昔から注射に強くてあんま何も効かない。なんともならなかった。なるほど。変な超人さがそこで出てもいやあかんわってなってそれあかんわなりますね。なるほど。でその頃にねあのコロナがこう全盛期になってきたんで。あじゃあもう3年ちょい前ぐらいですか。はい、あでも割と最近の話ですねそれも。はい、ライブがなくなったんですよね。これちょっと良かったかもしれないですね。これ重要なんですけど、寝てくださいって言われました。音楽ドラムで、また、難しいこともやるじゃないですか。そうですね。やっとったら、結構脳みそむっちゃくちゃ使ってるんですって。あー、なるほど。思ってる以上。はい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 。まあ確かにそうですよね。はいはい。なんか、まあそうですね。曲のカウントするだけでもめんどくさいな、曲。で、まあ、曲覚えたりね。回し動かしてて。見たり。はいはい。確かに確かに。ね、やったりするじゃないですか。はいはい。で、それ、でまあまあ、疲れるんですよね筋肉と同様、ただ脳みそって痛なったりせえへんので。あ僕ら使うたら痛なったりするじゃん。筋肉痛とかないですよね。脳肉痛はないです。あそうか。だからめちゃめちゃ疲れてることに気づきにくかったりするみたいなことなんですね、はい、で毎日毎日そんなメタルだのプログレだの、はいはいはい、演奏してるわけです、はいはい、なら年かったらこう疲れてるところ修理できへん。はい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 。これも大きな原因ですから、まずは寝てくださいと。結構演奏できるようになった今でも、ライブが移動があっていうのがバン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 って続いて、ちょっと寝不足やなってなったら、やっぱちょっと演奏怪しい時実はあるんですよ。あ、なるほど。睡眠時間ある程度まではこう、どこがどんぐらい傷んでるかなっていうのを調べるのに全振りされるんですよね。はいはいはい、睡眠の間に。あ、はいはいはい。で、一通り見終わって、さあ、やっと直そうかなんですね。ああ、なるほど。順番的に。はい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 。なるほどなるほど。はい、検査が最初に入るわけですね。検査が最初に入るんですよ。
へえ。ということで、ある一定下回ったら一個も治ってない。ただ、見ただけで。見ただけなるほど。あ、あかんかったねって言われて帰るみたいな。あかんかったら直せよ、じゃあ。で、それが積み重なると、やっぱこう悪化したりとか。はい。っていうことになるんですね。で、僕はそんな寝れへん人間な、寝られへん人やったんで、ゆるい導入剤を処方してもらって、それもちょっと併用しながら、コロナ期間中は過ごしてました。ということで、もりもり、演奏するプレイヤーは、ぜひ寝てください。バンドによっちゃどうしようもないですけど、同期もの、ああ、はいはいはい。は僕、ちょっと危ないと思ってます。あれによって、さっきの脳みその損傷が多分、あれ、増えますよね。あ、単純にやらなあかんこと多いし、まあ確かに確かに、こう動機バチバチの演奏とか、まあもちろんありますけど、うんうんうん、そんなんよりももうちょっとなんか自由な感じ、じゃめっちゃジャズとかはそんなやってないですけど、うんうんうん、ジャズっぽいもんとかセッションっぽいものとかそういうのの方が結構なるほどなるほど出にくいんですよ、はあはあ、症状が。だからもうあらかじめかっちり決まってるやつをもう正しくこなさないといけないような現場よりかは、ある程度こう自分の表現を自由にできるようなこうところというか、まあ逃げ場があるというか、はいはい、あとか思ったらちゃうことできます。あ、確かに確かに。ほんで、まあ、曲、うんうん、同じ曲とかもね何回かライブやったりすると、一、うんうん、回詰まったところがもう次来たらもう、まあ、きっと詰まるんじゃないですか、はあ、無理や、うんうんうん、今日も無理やって、うんうん、これはね良くなかったことの一つです。同じこう症状出るっていうのを、うんうんうん、出るまた出たを何回もこすると、はあはあはあ、その出るが強くなってくるんですよ。はいはいはい、なるほど。出る回路が強くなってまうんで、はあはあはあ、これこすると良くないです。逆にだからこう記憶にすごいこう定着してしまうみたいなことになるんですね。はい、それを、はい、あかんと思えば思うほど。はい、現在ではですね、どのようなことに意識されて練習をされてますか。はい、室伏広治さん。ほう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 。ハンマー投げの、はい、彼の練習というか考え方がすごい参考になりまして、結構年齢いってからでもすごい記録を出されたね。まあ、筋力とか落ちるけど、うんうんうん、動きの洗練ってを洗練させていくっていう点ではまだまだ向上させる余地が結構年齢いってからでもあるよと。おー、そのためには何かっていうと、はいはい、慣れささないことだと思うんですね。ということで、僕は結構その時から時間割りを細かく作る感じにしまして、はははは、練習メニューの時間割りを、はい、でその練習も10分とかなんですよ。ははは、何についてやるの10分、はい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 、それも10分を超えそうになった時に、例えばこうあ乗ってきてるなみたいなあった時とかでも、はい、一旦はやめるようにします。一旦やめます。明日へ続く。あと、なんかの本があって、うん、1番から20番ぐらいまでなんかありますよね。大体なんか。はい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 。1番できるようになった、で2番、で、あんまりしない。はい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 。荒くてもいいから次行く。で、その1番から2番、2番から3番の変わり目っていうところに、まあ、で、みんな見せたりするじゃないですか。そういうのに、刻々と対応していくっていう力がつくようになりました。我々こう真面目な日本人は同じことをやって完璧に仕上げてから次行きたいと思うんですけど、荒く次行くを何週か、次の日もやってみようとか、ずっと同じところに居つかないようにに心がけてます。まあそういう練習と、もう極端にゆっくり、なんかどこどこどこってバスドラフン連打したら、もうおかしなるっていう人とかおるんですけど、はい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 、例えばめっちゃ遅い四分音符で、これやったら多分怒らんですよ。でも今僕の方今どうなってるかな、ここにちょっと力、お尻でなんかして、なんかめちゃくちゃ遅くして、もうほんまっていうぐらい遅くして、こんなんです、みたいな。ははははめっちゃ遅くしてる時に僕どんなして動いてんのかなっていうのをよく観察する。なるほどなるほど。これは効き目がありますね。やっぱり自分でしか自分のことわからないんで。はいはいはい。それは僕は掃除と呼んでます、これを。あ、掃除。なるほどなるほど。まあ一回ちょっとごちゃごちゃしたものを、はいはい、まとめるという。なるほど。でその時に仕組みが分かってた方が、より解像度が上がると思うんで、体のどんなして動いてんねんっていうことに対するので、はあはあ、体の勉強はしましょう。なんか簡単な本を読むでもよし、まあ、そういうチャンネルもね、YouTube で勉強できるようなものもありますので、そういうのをこうザラッと見るのもよし、それはした方がいいですね。
あとまあ体に詳しい人のところに行って、うん、体の動かし方みたいなのを、うん、まあ、一見関係ないレベルから見直したっていうのが2人です。はいはいはい、はい、これも、ね、誰かの人に見てもらった方がいいです。ああなるほど、はい、見て、うんうんうん、見れるような人に。はい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 。あとはこうあの、まあ、脳みそと手足の話なんで、うんうん、絶対通り道に首がおるんですよね。はいはいはい、はい、を中心に僕は、東洋医学の観点から針を打ちましょう。これ今でも週一でやってます。あ、なるほどなるほど、はい、でもう一個これあの重要なキーワードを出したいんですけど、うん、はい、脳みその刈り込みっていう言葉が、刈り込み、シナプス刈り込みっていう言葉が、はいはいはい、使うところは強くなっていくんですけど、使えへんところはどんどん削られて弱くなるんですよ。あ、脳の仕組み的に、はい、脳みそと体はねやっぱ繋がってますから、うん、これ体にも言えて、うん、こう僕らこう練習してるじゃないですか、うんうん、うまくなっていったら、まあ、力抜けてきますよね。その結果抜けすぎると使えへんとこが多くなるんですよ。あ、ね、なるほどなるほど。すごく、はいはいはい、合理化されまくるんですよね、はいはいはい、ずっと練習してるとね、うんうんうん、その結果筋肉もアンバランスになってきたりするという例もありますし。あー、なるほど。とアスリートとかはこうでかい筋肉使うんで、こう目に見えて使ってるとこ使ってないとこではまあまあ、はいはいはい、サイズとかでも分かりやすいんですけど、うん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 、音楽家もよりせなんかもう繊細なとこ使うんで、確かにそうですね、あんま見てても分からないですし、うんうんうん、日常に別になんか試乗していることないんで、うんうんうん、気づきにくいと思うんですよね。のでドラムやってるから運動してるからいいわとかちょっとやばいと思うんですよ、うんうんうん、この実際にあの観点で、はい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 、のでいろんな動きをすることにしました。ドラマーの場合とかプレイヤーの場合やったらこう曲げて音を出すことが多いんですよね。はい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 。ので伸ばすところがなんかあんま使えへんようになって良くないっていう傾向もあるので、うんうんうん、まあ、伸びる筋肉とかね、はいはいはい、ああいうのをこう、まあ、勉強したりして動かしたり、うんうんうん、ドラムぐらいしかやってなかったので、うんうん、他の例えばダンスとかを誰も見てない家でうんうん、うん、やってみたりとか、はいはいはい、自分の体の使ってないところとかないやろかっていうのを調べましたね。もう一個だけいいですか、はい、長くなります、はい、これは超荒療治なんでおすすめしませんが、はい、ある日あの実験のね、あのレポートみたいなのを読んだ時がありまして、はいはいはい、認知症の方々のリハビリに物握る運動をしますって、ほんならその運動をしてる時の頭の脳波を取りましたっていう実験があって、ほんならちょっと電気がね、うい、えいって見たら、ね、頭に電気がちょっとピリって走るらしくて、でそのピリによって刺激があって、うん、なんか動かんかったところ脳みその部分がちょっと信号が出てきたりとか、うんうんうん、そういう結果いい結果がありましたよっていうのがあったんですよね。でそれを読んだ時に、うん、これはちょっと面白そうやなってわざわざ外国から取り寄せてなんか硬いハンドグリッパーを買った、ね、はいはいはい、なるほどなるほど力を強くするんじゃなくてギーってやった時に頭をに電気が、はいはい、を走らせるためのへー、でせーのいいみたいなのをしばらくやってたらちょっとマシになりました。同時に伸ばす方もはいはいはい、なんかやっとくとええ運動になりましたねっていう僕のちょっと体験談があります。なるほど、はい、なるほど。例えばこう病気と向き合おうって思う、はい、まあ、気持ち、これあかんかったらいろんな方法を考えようっていうのも、はい、まあ、言ったら病気と向き合ってるっていうことやと思うんですけど、はい、病気とこうちゃんと向き合おうって思ったきっかけみたいなのってあるんですか。一つにはあのうちの妻が大変なんかまあ勇気づけてくれて、もう私は心配してないよ。ああなるほど。あんたに多分どないかして、はあはあ、でまたいい演奏をするに違いないし、もう確信してる。って言うてくれたのが一つですね。ああ、なるほど。あと今でもそうなんですけど、僕もそんな公表もしてないんで、こうなりました、はいはい、皆さん、だから演奏活動しませんからしばらくよろしくとは言わんかったんで、あ、はいはいはい、ライブの連絡とか、ボン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 、はいはいはい、ボン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 来るんですよ。まあ、嬉しい悲鳴ではありますけどね。でその中でこう一対一で喋って、実は俺こんなことになってて、はい、ちょっと演奏で迷惑かけるかもしれない。はいはいはい、それでもいいよって言ってくれる人がたくさんいたってことですね。ああ、なるほど。まあ、それでもだからそのケゴイさんのドラムがまあ欲しいというか、まあステージにいて欲しいっていうところですよね。まあでもジストニアかもって思った時のそのケゴイさんとか荒療治的なこともそうですけど、やっぱものすごいこう調べはるというか、まあもともとその本をすごい読んでたりとかして、やっぱそのいろいろなことにやっぱ触れてったことっていうのが
めっちゃ大事やなっていうのをやっぱこう話聞いて思いましたね。やっぱりこのもともとその脳のことについて興味があって調べてたのが、はい、まあ、自分を助ける、ね、こうきっかけになったりとか、一個の対処法であかんって思ったらこう別の方法を思いつくとかも、まあなんか本でそういえばあれ読んだなっていう、やっぱそういう知識が、まあ結構こう、ケボイさんを助けてくれてる感じがあるなっていうのを、もともといろいろ本を読んだりとか、やっぱこう調べるってめっちゃ大事やなっていうのをめっちゃ思いましたね、やっぱこう話を聞いてて。どうしてもやっぱ悲観してしまう人っていうのは、やっぱ多いと思うんですけど、やっぱこう、ね、ジストニアかもって思って、もう終わりやって思う人って多いと思うんですけど、なんかやっぱそうやっていろいろ知ることによって、あ、この方法もあるかもっていうので、なんか続けれるきっかけになったりとかするかもしれないんで、はい、きっとこう一つの方法で攻略できるもんじゃないんですよね、うんうんうん、今たくさんの人がこういうこの本について発言発信もされてますし、いろんな研究がありますけど、唯一これっていう、そうですね、いうことが まあ、まだ出てないんで、ありがとうございます。たくさんちょっと話をはいしていただいて、最後にちょっとそのケゴイさんからですね、こうジストニアかもとこう悩む方へのこうメッセージはありますか？はい、長い時間かかると思います、良くなっていくのに。まあまあ僕もまだ 100% じゃないし、 100% になることはないと思うんですけど、演奏できたってなった時に、もう世界がすごい広く見えます。あ、一回トンネルに入ったから、トンネルから出た時に、あ、こんな景色があったんや、夜中って広いなーっていうのを再確認できると思います。あー、なるほど。はい。一緒にその景色を見ましょう。素晴らしい。ありがとうございます。もう自分にずっと言い聞かせた言葉が、一個あって、うんうん、まあ、僕の場合なんですよね、症状も、味付けやないかと。おー、俺の味やないか。おー、なるほど。その結果、めっちゃいろんなことを勉強したり、いろいろ工夫する頭が働きましたけど、ので、まあ、もたらされたものは、まあ、ほとんどが闇ですけど、なんかええこともあったんちゃうかと。こんな一発二発、リムショットが勝つって言ったからって、僕という人間があかんようになるわけじゃないし、そう思って、まあ、思うのも難しいぐらい、もう、いや、もう絶対そうですよ、ね、もうってなるんですけど。絶対そうですよ。なんか、その、キーワードみたいなのを、一個なんか決めとくと、だいぶ楽やと思うんです。言葉の力強いんでね。はい。と思いました。なるほど。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、今日は本当に貴重なお話をたくさんお伺いさせていただいて、ありがとうございました。ありがとうございます。いや、本当にね、悩む方の、まあ、本当にこの助けとなればと思いますので、はい。はい、今後ともケゴイさん、ちょっとこれからの活動も応援します。ありがとうございます。それでは、さよなら。ありがとうございました。